いつか挨拶して。はい。ネギャルランテヘドもね、どうも、ダスでございます。お、どうも、アルカディです。いや、ちょっとこんなことしてるとここでブラウズバックされるんで、すいませんでした。はい。なんでしょう、今日は。ちょっと今回ですね、まあ、前回やったバンド好きの人にボカロの曲聴いてもらって、まあ、それがバンドっぽい曲かどうかみたいな判定をね、僕だとその曲がその何っぽいとか曖昧な解釈になりがちなんで、アルカディアにこう判定してもらおうかなっていう企画の第3弾か。そのボカロ曲がそのバンド好きとかにおすすめできるかどうかっていうのとか、あう、ね、まあ、こういうバンド好きな人いいんじゃないかなみたいのを、まあ、微力ながら僕が判定すればいい、うんうん、今回も、2曲聴いてもらおうかな。2曲、はい。1曲目がスリーさんのジャンキーナイトタウンオーケストラっていう曲なんですよ。ジャンキー、あー出てくるね、もうジャンキーっていう曲、多分有名な曲なのかな。一日多分 YouTube とかでもよく見かけてた感じの曲ですね。この曲は本当におしゃれな感じ、おしゃれ、すごいおしゃれだけど結構アップテンポな感じというか、その歌詞の感じが矢継ぎ早なあの歌詞で、ちょっと韻も踏んでるというか、まあ、結構怪しげな感じがあるというか、ボーカロバージョンもあるし、あの本人が歌ってるバージョンもある感じで、スリーさんっていう、 そのボカロ P の方が歌われてるバージョンもある。うん、こう雰囲気も変わってくるんで、まあ今回はボカロの方でいいかなと思うんですけど、まあもし興味が出たら、まあ本人の方も聞いてもらうとちょっと味があるかなって感じです。なるほど、はい。いや、かっこいいと思いますね、僕は。個人的な意見としては。で、ちょっとその、バンド好き、うんうん、って言った部分で言うと、はい、結構、正直、ボカロ曲っぽいボカロ曲ではあるとは思うのよ。うんうんうん、かなり。すべてのバンド好きに勧めれるかって言ったら、ちょっと難しいのかなって言った部分はあるかなと思うんですけど、ちょっとその、ちょっとおしゃれな感じのバンド好きな人とかだったら、うんうん、ワンチャンあるんじゃないかな。うんうんうん、結構こうめっちゃボカロっぽく聞こえるんだけど、結構バンドサウンドが結構効いてるというか、うんうん、ギターのカッティングの音とかは結構入ってる、はいはいはい、だからそのそういう音好きな人、そのバンドとかに向けてカッティングのギター奏法が好きな人とかは結構その関係なしにハマれる感じがあるのではないかな。あー、なるほどね。あとはそのさっき言ったように多分そのスリーさんが本人歌ってるのは結構また雰囲気が変わってきて、今ちょっと聞いたんですよ。あ、本当に。でこっちから聞いてみるのがやっぱりいいのかもしれないですね。結構かっけえ声してるじゃないですか、普通に。うんうんうん、これは一緒のはずなんだけど全然違う曲に聞こえたというか。それはわかる。だから元の曲が鏡で凛でしょこれ多分。うんうん、そうそう。だからさ、鏡で凛ってさ結構ボカロの中でこうキャーンって感じの感じじゃないですか雰囲気としては。でこの人は結構こうあって感じの、こういう感じの声の感じというかが全然違うというのは確かに分かりました。ガラリと違う。それでなんかちょっとかっこよさというか渋さになるなっていうところが。そうだね。声が電子なのが苦手な人っていうのはやっぱこのスリーさんが歌ってるバージョンを聞いて、これ曲自体にハマってるわってなって、その鏡で凛バージョン聞いたら、あ、こっちもこっちでいいんじゃねってなるんじゃないかなと。だよね、多分そういうルートだと思うんですよ。はいはいはい、はい、結構な人が二通りのルートがあるというか、うん、まあ、他の時結構歌うまいセットありますかっていう。ああ、キャークを切るさのさつまりもたどりまでバイバイバイ、これが一番いい例ですよね、その方が。2曲目は、ポリスカデリーさんの、セパレートって曲ですね。これはたまたま CM かなんかで俺かチラッと聞いたときにすごいかっこいいっていうか、なんか疾走感あふれる曲で、その CM の数秒でちょっと気になったっていうのがあって、結構珍しくないですか、ダース曲。いや、そうなんですよね。なんか YouTube とかの広告あるじゃないですか、はい、あれで曲で目に留まってその CM 見切るみたいなのが一回あって、音的にはもう本当がっつりバンドの音なのかなって自分では今思ってるから、なるほど、ね、さっきのスリーさんの二通りのパターンとかじゃなくて、なんか正攻法でおすすめできるかなっていう、なるほど、感じの曲ですね。はい、オッケー。おー、これ一番いいかもしれない。一番いいね、これ。どうですか、 CM 軽く聞いただけで止まってしまった僕の気持ちは。いや、分かるどころの話じゃないの、これ。おお。めちゃくちゃいいぞ、シンプルに。ね、びっくりしたんだよ、もう。これはもう、
もうバンド好きな人に馴染むどころの話じゃないの。もう普通にバンドの曲っていう観点で聞いたとしても、うん、なんかもう一回ぐらい聞いたことあるんじゃねえかぐらいの馴染みレベル。あ、でもボーカル初音ミクだなぐらいの感覚、うんうん、そのギターサウンドの感じとかがもうその、うん、もうすごい馴染んでるわ俺の中に。あ、なんかもうなんかいろんなバンドが混じってる。はい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 。このバンドのギターの感じもあればこのバンドのギターの感じもあるんだって。なるほど。で、あと初音ミクの感じがかなり人に近いというか、この曲、うんうん、ここもプラスでって感じで、かなりバンド感のあるボカロ曲っていう。てか、なんかもはやボカロ曲じゃないんじゃないかのぐらいの勢いでした。だから歌ってるのがただ初音ミクだっただけっていう。で、だけでバンドの曲なんじゃないかっていう。自分で言うのもなんだけど、ちょっと温めてました、この曲。なるほどね。はい。ちょっとその、聴いてきた歴が他の曲にはあるんで、ちょっと一概にすぐ1位とは言えないものの、こっから聴き込んだら普通に1位ありえますね、これ。この曲はね、なんかもう自信しかなかったというか、もうとんでもねえなーって。これジョーカーだよ、普通にもそれ、うん、これ今あれだよ、もうあの遊戯王の神出てくる時のやつなってるから、てー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 。これはもう文句なしというか、なんていうのかな、そのいろいろさ進めてもらった中で他にもいい曲っていっぱいあったんだけど、うんうんうん、バンド好きっていう観点だけで言うなら1位だな。はい、こんな感じの曲になってました。以上でございます。いやいいですね、今回は。はい、満塁ホームラン出たんじゃない。いや、結構始まった瞬間からおって感じだったもんね。いや、そう、なんかねこれはって感じだったもん、普通に。これ CM で流れたらやっぱ手止まりますね、やっぱ。いや、なんか気になるよね、普通に、うん、なんだなんだとはなるわ。そもそもさ、ダスト君がさ、そういう経験ってあんまないじゃないですか。ないないない。人流れてて、おみたいなっていうのが、うんうん、ないって話をしてて、その話を今受けたじゃない。うん。かなり期待値高いわけですよね。そもそもそんな話をダストから聞いたことがないから、俺は。はい、じゃあ、どんな曲ないんやって。で、逆に、ハードル上がっちゃってたんだよ。逆に言うと。けど、越してきてるよね、全然。おぉ。やった。なるほど。これは普通にビジュアル系バンド好きな人にも、フォーロックバンド好きな人にも、両方聴いてほしいと思える2曲だったかなと。うん。ぜひ。まあ一応両方とも、その公式というか、本人の上げてるチャンネルがあるんで、まあ URL 貼って、概要欄で貼っとくので、まあちょっと良ければ皆さんも見ていってほしいなと思います。よろしくじゃん。今回はこんな感じですね。じゃあ、以上になります。じゃあ、そこ